今回のテーマはシールドについて。シールドが貼られた際、どのように対処すればいいか、大切なポイントをお伝えしたいと思います。一つ目は、シールドをすぐに壊すことが大切です。シールドが残っていると、相手は避ける必要がなくなり、攻撃に集中できます。貼られた方は、狙える的が減ってしまい、不利な状況が続きます。二つ目は、シールドが貼られた時、その前に同じくシールドを重ねます。重ねることによって、お互いのシールドが相殺され、無効にすることができます。最近の大会では、ステータス1135のシールドプレイヤーがよく活躍しています。また、そのシールドプレイヤーを素早く対処するために、1441や1351のステータスも多く見られるようになりました。